教科用図書検定とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部、高等部で使用される、教科用図書の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを、文部科学大臣が検定する制度のことで、行政処分にあたる。教科書検定とも呼ばれる。学校教育法で、これらの過程においては、 文部科学大臣の検定を経た、教会用図書または、文部科学省が著作の名義を有する、教会用図書を使用しなければならないと定められている。ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、老学校、養護学校、種々の学校の特別支援学級においては、文部科学省検定済み教科書、 文部科学省著作教科書が存在していなかったり、教育で使用するのが適当でなかったりする場合は、条件に応じて他の適切な教科用図書を使用することもできる。教科用図書検定が日本国憲法を第21条の検閲の禁止に反するとの議論がある。これに対し最高裁判所は、教科用図書検定で不合格となった教科書が 一般図書として販売されることは禁止されていないのだから、検閲ではないと判断した。社会科教科書検定には、中国、韓国などの近隣諸国に配慮する近隣諸国条項があり、これが義務教育への近隣諸国からの内政干渉をもたらしているとする議論がある。それまで、沖縄戦における、 集団自決の軍名をしてきたとされる人物が命令はしていないと否定し裁判となった。それを理由の一つとして文科省は集団自決の軍による強制記述に意見をつけた。2007年9月29日、技能安市で沖縄県の県議会各派や市長会が実行主体となり教科書検定意見撤回を求める県民大会が開かれた。 参加人数は主催者によって当初11万人と発表された。その報道を受けて都会木三郎文部科学大臣は教科書会社による自主修正に応じる姿勢を示した。しかし、産経新聞は関係者の話として実際は4万人程度であったとし、日経新聞も4万人と報じた。10月10日、文部科学省は 教科書検定に関わった職員を外郭団体に移動させた。10月11日、2008年度から使用される、高校日本史の教科書検定で5社7冊の教科書の沖縄戦、集団自決に日本軍の強制があったとする記述を削除する、検定意見の原案となる、調査意見書が、教科調査官によって作成され、文部科学省の 実態について誤解する恐れがあるという、検定意見となっていたことが、第168回国会の衆議院予算委員会で明らかにされた。同委員会で、文部科学省の検定意見は、政治介入であり、その撤回と記述回復が求められた。20年間意見がついたことがなかった記述を削除した、ことも分かった。なお、教科書検定は発行者の申請を受け文部。 科学省職員の教科書調査官が、検定意見の原案である、調査意見書を作成し、初等中等局長等の決裁を受け教科用図書、検定調査審議会で審議し、検定意見が作られる。高校日本史教科書の検定の場合は、審議会で、 第2部会の日本史小委員会が審議し、その結果をさらに第2部会が審議し、教科書調査官の調査意見書に異論が出なければ、それが文部省の検定意見になる。結果的に教科書検定審議会は、軍の関与などの表現での記述を認め、文科省もこれを承認した。2008年3月28日、 集団自決訴訟の判決を言い渡し、原告側の主張を棄却した。特に、審議会が、検定意見の根拠の一つとした、元選対長の証言については、信用性に疑問があるとして、全面的に排除を強制する結果となった。原告側は、判決を不服として控訴したが、大阪高裁も2008年10月31日に、地裁判決を支持して、 構想棄却、最高裁への上告も2011年4月21日、最高裁、第一小法廷により棄却され、判決は確定している。現行では4年ごとに行われているが、かつては2から6年ごとと時代によって変化している。小中学校で、検定年が同じになった2014年度より前は、それぞれバラバラであった。ありがとうございます。